山口の下関国際、大阪桐蔭、そして近江を破っての2回にノーアウト二塁一塁での交代、早い継投でしたが、その想定というのもあったんでしょうか。先発の子が、3試合とも初戦から3試合とも立ち上がりに非常に苦しんでおりましたので、今日は、先制した点は、リードされたくないという思いもありましたので、早めの継投として中井には準備させておりました。リードさせたくない、追いつかれはしましたが、追い越されるピンチの場面でいい守備も出ましたね。そうですね、よく粘り強く、選手全員がやってくれたと思います。今お話しあった中井投手、今日良かったところどういうところでしょうか。彼の一番の持ち味は、ここ一番のピンチでの、気持ちの強さ、本当ポイントポイントでですね、インコースをしっかり使ってくれたり、思い切ってスライダーを投げてくれたり、よく投げてくれたと思います。近江の好投手を打った打線についてはいかがでしょう。近江高校山田投手が本当魂で、ピッチングをしてきてましたので、もう本校はただ食らいついていくだけでした。よく粘ってフォアボールも多く取りましたね。そうですね、低めのスライダー、フォークボール等に前半非常に苦しんだんですが、中盤以降しっかり見極めてくれたと思います。春と夏は別ですが、選抜優勝校、準優勝校を相次いで破ってのこの決勝進出になります。選手たちの今大会の成長というのはどう捉えていらっしゃいますか。はい、先ほどもお話ししましたが、この大舞台が、甲子園球場という舞台が彼らたちを大きく成長させてくれていると思います。さあ、決勝戦はあさって宮城仙台育英との大舞台になります。どんな戦いをしましょうか。はい、もう山口県の高校野球の誇りを胸にですね、一番いい野球をやりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。勝ちました下関国際高校、背番号6番中井真選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ち教えてください。もう素直に今決勝戦にいけるっていうことが、素直に嬉しいです。勢いもある春準優勝の近江高校が相手でした。いかがでしたか。相手が近江高校さんということで、レベルも近江高校さんの方が上ですし、自分たち力がないんで、チームで、そのしぶとくっていうのを、チームで徹底してやってきました。まずピッチャー中井君として聞きたいんですけれども、2回途中から早めの継投でした。心と体の準備どうでしたか。自分的には、いつも、その試合始まる前から肩を作っているんで、自分はいつでもいけるっていう思いで、ずっと、ショートからでも、その作っている時も、見てやってました。予想はしてましたか、この展開は。予想はしてました。そういった中でロングリリーフ、何度も何度も苦しい場面がありました。どんな思いでボール投げていましたか。味方が点を取ってくれて、自分がそれ以上点をやらないのが、ピッチャーだと思うんで、どうにか、0点で抑えるという気持ちで、ずっとマウンドで立ってました。前の大阪桐蔭戦もそうですが、ガッツポーズ光ってましたよ。気持ちの面教えてください。相手を、打ち取って、0点で抑えるということが、やっぱり本当に気持ちきで、そういうところは、やっぱり感情に出てしまいます。続いてバッティングですが、先制タイムリーと貴重な追加点の犠牲フライありました。打席での思いどうですか。やっぱり相手が山田君ということで、球も速いですし、変化球のキレもすごくいいピッチャーなので、短く持って、コンパクトに振る思いで、ずっと打席に立ってました。チームとしては選抜の準優勝校、そして優勝校を破っての快進撃です。この原動力を教えてください。自分たちは入学した時から、その浜松さんたちの代が、ベスト8以上、作られて、それを超えるために、自分たちやってきたんで、でもまだ明日、明後日、決勝があるわけで、そこでまた、勝たないと、ここまで来た意味がないんで、また明後日、絶対勝って、優勝したいと思います。中井君、山口県勢としては37年ぶり、そして学校としては初めての決勝です。この数字どう感じますか。山口県勢としても、その自分たちの、下関国際の、OB の、方々も見られてると思うんで、そこは絶対決勝戦勝って優勝したいと思います。改めて最後の舞台、仙台育英戦です。全国制覇まであと1勝です。最後に思い聞かせてください。あとは自分たちの下関国際の野球というのは、粘り強く、
やることだと思うんで、そこはしぶとく粘り強く参っていきたいと思います。勝ちました下関国際高校、中井真選手でした。ありがとうございました。このチームがどんな終わり方をするのか、そんな思いで試合終盤を見ていたそうです。山田投手は立ち上がりかららしくないピッチングだったが、見ていていっぱいいっぱいだったのだろうと。本人はいけると言ってマウンドに上がったが、やはりきつそうだった。星野投手とともに本当によく投げてくれました。最後に春準優勝、夏ベスト4に進んだ今年のチームについて伺うと、本当に素晴らしいチーム、プレッシャーがかかる中で滋賀大会を勝ち抜いてのベスト4、選手に感謝したいと、このチームについての質問になると少し言葉を詰まらせながら言葉を選んで話してくださいました。